こんにちは、遠藤です。いよいよ熊野三山伊勢神宮をめぐる2泊3日の旅も最終日、3日目です。3日目はですね、とはいえ、なんですけれども、新宮駅からですね、和歌山県の新宮駅から、南紀4号に乗って名古屋駅に向かって、名古屋駅からのぞみで東京へ帰るという、もうただただキロの動画になります。ですのでこの後ですね、もうただ電車に乗っているだけ、電車移動の映像が最後まで流れますので、興味ある方だけご視聴いただければと思います。大して面白くないかなと思いますが、興味ある方ご覧いただければと思います。南紀4号、3時間半近くのですね、長い旅を終えて今名古屋駅に到着をしました。名古屋駅でですね、新幹線に乗り継ぐわけなんですけれども、お土産とね、あと駅弁を買いたいなと思ってました。お土産は赤福がいいかななんて思ってたんですが、ちょっとね、事前に確認をせず、名古屋駅で買えるだろうと思って、買っていませんでした。で、ちょっとね、いろいろ見ようかなと思ったんですが、もう新幹線に乗り継ぐ、このね、改札を出て新幹線に乗り継ぐ、新幹線のホームにつながっているところにですね、待合室がありまして、この待合室の中に売店が2つあるんですけれども、こちらでですね、どちらででも赤福たくさん売ってましたので、名古屋駅でね、赤福お土産に買うっていうのもありかと思います。赤福はね、賞味期限もそんなに長いものではないので、旅行中ね、持って歩くのも大変ですので、帰りのね、この名古屋駅で買うっていうのがいいかなと思います。その電車は13
名古屋からね東京まではまあ1時間ちょっとぐらいで着きますので、まあ、お昼にね、この松坂牛の駅弁を食べながら帰ってきました。まあ、途中富士山が見える予定だったんですけども、あいにくの天気、まあ、曇り空で、富士山は見ることができませんでした。来る時は見れたんですけどもね。というわけで東京駅について、私のこの伊勢神宮と、熊野三山ですね、この熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社、このね3箇所を巡る旅もですね、まあ、終わりということになりました。まあね、行ってみて分かったのは、例えば伊勢神宮だけであれば東京からですね日帰りでも十分に行って帰ってこれるなというのが分かりましたし、熊野古道の温泉なんかも今度は行ってみたいななんていうふうに思っております。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。